単元二の二段落の書式位置揃え位置揃えについてご説明します文字行単位の設定の次は段落単位書式設定をしてみましょう 段落とは段落記号から次の段落記号までの間のことです。たとえ一行であっても一つの段落になります。どの段落かを指示するには、その段落の中のどこかをクリックし、カーソルを点滅させます。 一揃え、中央揃えについて説明します。まず、今週のニュースの段落のどこかをクリックして、カーソルが段落の中で点滅している状態にします。次に、ホームタブの段落グループにある中央揃えボタンをクリックします。すると、 タイトルが文書の左右中央に配置されました。位置揃え、右揃え、カッコ、右寄せについてご説明します。まず、勾配が咲きましたの段落の中のどこかをクリックして、カーソルが段落の中で 点滅している状態にします。次に、ホームタブの段落グループにある、右揃えボタンをクリックします。すると、サブタイトルが文書の右に寄せられました。ワンポイントアドバイス。一揃えの解除の仕方について、 ご説明します。中央揃え、右揃えなどの設定を後で解除したいときには、もう一度、その段落の中のどこかでクリックして、カーソルを点滅させ、中央揃え、右揃えのボタンをクリックします。初期設定が両端揃えになっていますので、解除したい段落の中に、 カーソルを移動させてから、両端揃えをクリックするやり方もあります。位置揃え、均等割付けについてご説明します。均等割付けとは、選択した文字列の中の一つ一つの文字の間隔を広げたり狭めたりして、 均等にする機能です。一行の全幅に広げて文字列を均等に割り付ける機能と、もう一つ別に異なる複数行の中の長さの違う文字列を均等に揃える機能があります。ここでは一行の全幅での均等割り付けを行います。 複数行での均等割り付けは単元3、応用でご紹介します。まず、一段落になっているタイトル行、今週のニュースのどこかでクリックします。次に、ホームタブの段落グループにある 均等割付けボタンをクリックします。すると、行いっぱいの横幅に均等割付けされました。行間の設定。行間の設定についてご説明します。行と行の間を 行間といい、広くしたり狭くしたりすることができます。ここでは行間を広くする機能を使ってみます。狭くする方法は単元3で行います。まず行間を変更したい段落の中をクリックしてカーソルを点滅させます。 次に、ホームタブの段落グループにある行間ボタンをクリックします。するとタブが出てきます。標準設定は1.0です。ドラッグせずマウスを数字の上で上下するだけで変化を見比べることができます。ここでは、 1.5を選択します。行間が広くなりました。元に戻すには同じ操作で1.0をクリックします。文字の背景の塗りつぶし文字の背景の 塗りつぶしについてご説明します。文字の背景には好きな色をつけることができます。段落ごとの設定というより、行単位、文字列単位で範囲選択して設定します。まず、今週のニュースの行を範囲選択します。次に、ホームタブの段落グループにある 塗りつぶしボタンの下向き三角をクリックします。そして、色の一覧表から好きな色を選びクリックします。文字の背景に選択した色がつきました。後から文字の塗りつぶしの色を変更したいときは、設定したときと同じように、 範囲選択して塗りつぶしボタンの下向き三角をクリックし別の色をクリックします塗りつぶしを解除したい場合は色なしをクリックします他の装飾の設定と同様に文字の塗りつぶしの設定も文書の最後の仕上げの際に全体のバランスを見て行うと 効率的です。また、直前に選んだ色に印がついているので、別の色を選ぶときに比較をすることができます。塗りつぶしの色の一覧表の下にある、その他の色をクリックすると、色の設定ボックスが現れます。その中から、 色を選んでクリックします。最初に20ポイントにした勾配を範囲選択します。次にその他の色から濃いピンクをクリックして選択します。すると背景の塗りつぶしができました。